場で楽しく日々を過ごしている私にはとても歌うことしかできないので本当に羨ましい方たちでございます。そんな皆様の歌をそれぞれ歌っていただきます。まず最初は小林里恵さん、詞も曲も書いて、そしてご自身が歌います。小林さんは平成7年の阪神大震災で折にはご主人が震災になり、そして昨年の3月11日の東日本の震災には本当に心を痛めたそうでございます。まあ、皆さんもね本当に大変な思いを心を痛くしたものでございます。そして今日はその震災時に応援のメッセージをということで歌っていただきます。震災城は歌っていただきます。